こんにちは、速稼塾の久保です。毎日できる副業の中で今一番簡単で熱い、そしてすぐに現金になるのがみんなの銀行です。もうご存知の方もいると思いますけども、みんなの銀行っていうアプリ、これね、スマホでダウンロードできますので、 Google Play でもそれから App Store でもいいんで、まずダウンロードしてみてください。そのダウンロードした後でプロフィールを作成する欄がありますので、すぐにそこに行ってください。そこに紹介コードを打ち込むと、私の紹介コードをつけておきますので、それを打ち込んでください。そうすると、プロフィール完成します。まあ、この際、身分証明のために免許証が必要になってきますので、免許証を用意しておいてくださいね。免許証以外の身分証明の方法もありますけども、まあ、免許が一番簡単でしょう。そうすると、プロフィール完成しますよね。そして、翌日にはあなたに1000円入っているという仕組みになってきます。その1000円はすぐに ATM で引き出せます。これが毎日できるわけなんですよ。で、ここからが肝心なんですけども、プロフィールがこうやって完成すると、今度はあなたの紹介コードができるわけですよ。ですから、その紹介コードを持って周りの方、とにかく知り合い、家族、友達、職場の方、こういう人にみんなの銀行っていうのをアプリをダウンロードすると、すぐに1000円になって明日には引き出せるよって形で紹介していってください。そうすると、紹介を受けてアプリをダウンロードした方にも1000円入るんですけども、あなたにもそのたんびに1000円入るんですよ。10人紹介したら1万円入りますね。まあ、いきなり10人というのは難しいかもしれませんけども、1日1人に紹介してみてください。それだけで月間で2万円から3万円ぐらいは見込めるわけなんですよ。そして最大30万円までこれは有効になります。ですんで、今年いっぱい毎日活動しても損はないと思いますよ。まあ、サラリーマンの方でね、あと月に1万円あったら、あと5000円あったらっていうふうに、こうやって片目をつぶって悔しがった瞬間って結構あると思います。それができるわけなんですよね。肉体労働をするわけでもないし、なんか難しいネットビジネスをするわけでもない、単なるアプリのダウンロードなんで進めやすいですよね。これね、技術的にできない人はいないと思いますよ。で、お勤めになっている方有利です。だいたいお勤めになっているということは免許を持ってるでしょ。すんなりやってくれますよ。で、プラス1000円にすぐなると。で、同じように活動していけば、紹介コードからですね、その1000円が5000円、1万円、10万円になっていくってことになります。これ毎日やってくださいね。私このアプリを知ってから毎日やってますからね。おかげさまで昨日もお二人の方が私の紹介コードから YouTube を通じて登録していただきましたんでね、2000円入りました。おかげさまで。これで大体ね、トータルで5万円ぐらいになったんじゃないかなと思います。今月のだから副収入が5万円今の時点で入ってるってことになりますんで、現金で引き出すこともできますから、私の場合は自分の個人口座、銀行の方に移しておきました。いや、嬉しいですね、5万円になると。この5万円を来月の7月25日スーパーペイペイ祭りにぶち当てようかなと思ってるんですけどね。はい、ワクワクしますね。じゃあすぐにアプリダウンロードして、紹介コード、ここにずっと出てたでしょ、こっちかな、こっちかな、まあ紹介コードがありますんで、あのコピペでね、動画概要欄から探ってみてください。それでは失礼します。